お世話になっております、マサルです。今回は Linux のファイルとディレクトリ操作をするための基本コマンド pwd ls cd mkdir rm dir このコマンドを使っていきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。この動画を見るくらいやる気にあふれている皆さんは、どんどんコマンドを打って Linux を勉強していきたいっていう気持ちですよね。ただどんなコマンドから勉強すればよいのかわからないという方もいらっしゃると思います。そこで今回はファイルやディレクトリを操作する基本コマンド pwd ls cd mkdir rm dir を一緒に勉強していきたいと思います。それぞれどんなコマンドなのか、まずは簡単に説明しますね。 pwd は今作業しているディレクトリを確認するためのコマンド、 ls はディレクトリの中を見るためのコマンド、 cd はディレクトリを移動するためのコマンド、 mkdir はディレクトリを作るためのコマンド、 rmdir は空のディレクトリを消すためのコマンドです。なお各コマンドの読み方は人によって様々あります。この動画では私調べの読み方で発音していますが、あくまでも参考程度にしてください。なお今回もキラーコーダというサイトを使って実際にコマンドを試していきます。キラーコードは無料で Linux 環境をウェブブラウザを使って利用できるウェブサイトです。使い方はこちらの動画で説明しているので、一緒にキラーコーダを使ってみたい方はこちらの動画を参考にしてください。それでは早速 pwd コマンドからやっていきましょう。 pwd コマンドは前回勉強しましたよね。 pwd コマンドはプリントワーキングディレクトリの略で、今私が作業しているディレクトリを表示してくださいというコマンドです。ディレクトリというのは Windows でいうとフォルダと同じようなものです。ファイルやディレクトリの入れ物です。ここでシェルとカーネルについても少し思い出しておきましょう。ターミナルという場所に pwd というコマンドを入れて入力すると、シェルがそのコマンドを受け付けてくれて、シェルがカーネルにコマンドの内容を伝えて、カーネルがコンピューターを制御しつつコンピューターに計算してもらいます。コンピューターで計算した結果はカーネルに渡されて、カーネルがシェルに結果を渡します。シェルはユーザーに分かりやすい形にしてコマンドの結果を表示します。シェルとカーネルの関係も前回の動画で話した内容なので思い出してくださいね。それでは実際に pwd コマンドを使ってみましょう。 pwd コマンドは私が作業しているディレクトリを画面に表示してくださいというコマンドでしたね。それでは実行してみましょう。その結果、あなたはスラッシュルートというディレクトリにいますと表示されました。 pwd コマンドを使って今私が作業しているディレクトリが表示されていますね。それでは次に ls コマンドに挑戦しましょう。 ls コマンドはリストの略です。ディレクトリの中にある情報を一覧で表示してくださいというコマンドです。こちらも早速キラーコーダーを使って ls コマンドを試してみましょう。 ls だけで実行すると、現在自分が作業しているディレクトリの中にどんなデータがありますか、一覧で表示してくださいというコマンドになります。つまり現在自分が作業しているスラッシュルートディレクトリの中にはどんな情報が格納されていますかというコマンドになります。それでは実行します。その結果、ファイルシステムというデータがあることが分かりましたね。ちなみに ls コマンドに -l オプションをつけると、詳細情報とともに一覧情報が表示されます。それでは ls-l コマンドを実行してみたいと思います。どうでしょうか。先ほどよりも詳しい情報が表示されていますよね。詳細情報の見方はまた別の動画で説明します。この動画では ls に -l オプションをつけると、ディレクトリの中にある一覧が詳細情報とともに表示できることを覚えておきましょう。次は cd コマンドです。 cd コマンドは
チェンジディレクトリの略で、こっちのディレクトリに移動させてくださいというコマンドです。これも早速キラーコーダで試してみましょう。ここでは cd スラッシュと入力してみたいと思います。このスラッシュという記号はルートディレクトリという特別なディレクトリを意味します。つまりこのコマンドの意味はルートディレクトリに移動させてくださいというコマンドになっています。それでは実行してみたいと思います。実行しました。実行した後に pwd コマンドで自分の場所を確認してみましょう。するとスラッシュと表示されています。先ほどはスラッシュルートでしたが、今はスラッシュに変わっていますよね。このスラッシュはルートディレクトリを意味するので、 cd コマンドによってルートディレクトリに移動できたということになっています。次は mkdir コマンドです。 mkdir コマンドは make directory の略で、新しいディレクトリを作ってくださいというコマンドです。 mkdir の後ろに新しく作りたいディレクトリの名前を指定して新しいディレクトリを作ります。それではキラーコーダを使って mkdir コマンドも挑戦してみましょう。それでは mkdir コマンドを試していきます。その前に現在作業中のディレクトリにどんなデータがあるのか確認しておきましょう。現在のディレクトリにある情報を詳細情報とともに表示するコマンドは何だったか皆さん覚えてますか？ ls-l ですよね。 ls-l で現在自分が作業しているディレクトリの中にあるデータを詳細情報とともに一覧表示することができます。では実行してみましょう。実行してみるとルートディレクトリの中にはいろんな情報があることが分かりましたね。では現在作業しているルートディレクトリの中に mkdir コマンドを使って newdir という名前のディレクトリを作ってみましょう。 mkdir newdir、 このコマンドは newdir という名前の新しいディレクトリを作ってくださいというコマンドです。それでは実行してみましょう。特に何も反応がありませんでしたが、新しいディレクトリができたのかどうか ls コマンドで確認しましょう。その結果、先ほど存在しなかった newdir という新しいディレクトリができていることが確認できます。 mkdir コマンドで新しいディレクトリが無事に作成できましたね。それでは最後に rmdir コマンドも挑戦しましょう。 rmdir コマンドは remove directory の略で、この空のディレクトリを消してくださいというコマンドです。 remove というのは取り除くとか削除するという意味です。 rmdir の後ろに削除したいディレクトリの名前を指定して削除をすることができます。ただし気をつけてほしいのは、rmdir コマンドで削除できるのは何もデータが格納されていない空のディレクトリです。もしディレクトリの中にデータが存在する場合は、rmdir コマンドでは削除をすることができずエラーになってしまいます。それではキラーコーダを使って rmdir コマンドも挑戦してみましょう。それでは先ほど作った newdir というディレクトリを削除してみたいと思います。その前に newdir のディレクトリの中にどんなデータが入っているのか確認してみましょう。 ls-l コマンドの後ろに確認したいディレクトリを指定すると、そのディレクトリに格納しているデータを一覧表示することができます。 ls-lnewdir を実施して newdir のディレクトリの中にどんな情報が入っているのか見てみたいと思います。その結果、トータル0と表示されていますね。これは何もデータが入っていませんよということを意味しています。 rmdir コマンドはこのように空っぽのディレクトリを削除するコマンドなので、今回の newdir というディレクトリは問題なく削除できるはずです。それでは rmdir を使ってディレクトリを削除してみましょう。 rmdir newdir ディレクトリを指定して実行します。実行しました。その後 ls-l を使って一覧表示をしてみましょう。先ほど存在していた newdir がなくなっています。無事に rmdir コマンドによって削除することができましたね。これが rmdir コマンドです。
少し応用的な話になりますが、 RMDIR コマンドでデータが存在するディレクトリを指定した時の動きを確認してみたいと思います。今回は例としてホームというディレクトリを RMDIR コマンドで削除したらどうなるのか見てみましょう。まずは ls コマンドを使ってホームディレクトリの中を確認してみましょう。 ls-l ホームディレクトリですね。実行してみるとホームディレクトリには Ubuntu というデータが入っていることがわかります。つまりホームディレクトリは空のディレクトリではありません。それでは rmdir コマンドを使ってホームディレクトリを削除してみましょう。 rmdir ホームを実行してみるとホームのリムーブに失敗しました。ディレクトリが空ではありませんというメッセージが表示されました。このように rmdir コマンドは空のディレクトリしか削除できないことを覚えておきましょう。ちなみにもちろんデータがあるディレクトリを削除するコマンドは存在しますが、それはまた別の動画で説明します。それでは最後に穴埋め問題を使って理解度をチェックしていきましょう。今回は5つのコマンドの基本を一緒に勉強しました。まずは今いる場所を表示するコマンド、このコマンドは何でしょうか。またそのコマンドが何の略だったのかも一緒に答えてください。正解はこちら PWD コマンドですね。プリントワーキングディレクトリの略です。今いる場所を表示するのは PWD コマンド、覚えておきましょう。次はファイルやディレクトリの一覧を表示するコマンドです。こちらも何の略なのかも合わせて一緒に答えてください。正解はこちらです。ls コマンドですね。リストの略です。ファイルやディレクトリの一覧を表示するのは ls コマンドを使います。また ls コマンドに -l オプションをつけてあげると詳細情報も含めて表示できることを覚えておきましょう。次は別のディレクトリに移動するコマンドです。こちらもそのコマンドが何の略なのかも一緒に答えてください。正解は CD コマンド、チェンジディレクトリの略ですね。別のディレクトリに移動するには CD コマンドを利用します。次は新しいディレクトリを作るためのコマンドです。こちらも何の略なのかも一緒に答えてくださいね。正解はこちらです。 mkdir コマンドです。 make directory の略ですね。新しいディレクトリを作るには mkdir コマンドを使います。次は空のディレクトリを削除するためのコマンドです。こちらも何の略なのかも一緒に答えてください。正解は rmdir コマンドです。 remove directory の略ですね。空のディレクトリを削除するには rmdir コマンドを使います。ポイントは空のディレクトリという部分です。データが入っているディレクトリは rmdir コマンドでは削除できません。ここも覚えておきましょう。皆さん全問正解できましたか？それではエンディングです。今回は Linux のファイルとディレクトリ操作をするための基本コマンド PWD、LS、CD、MKDIR、RM、DIR を一緒に勉強しました。まずコマンドを打ってみたいという方は今日紹介したコマンドから試してもらうとやりやすいと思います。忙しいとは思いますが、勉強するときには実際にキラーコードや自分の Linux 環境を使って手を動かしてみてくださいね。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが孤独、質問できる環境が欲しい、職場以外の人とつながりを持ちたい、そんな方はお気軽にオンラインコミュニティに参加してみてください。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、 Discord と YouTube のアカウントを連携していただくと参加できます。こちらは2025年5月のスケジュールです。 Linux の勉強会はもちろん CCNA の勉強会、セキュリティの勉強会、さらには英語、ペン字、キャリア相談など様々なイベントがあります。気になる方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。